はい、おはようございます。ワドです。音声、映像問題ないでしょうか。再放送ですね。よろしくお願いします。一応ね、今日の夜、ドレさんとスパーリングを、ドレさんの企画でスパーリングを毎回やってるんですけど、のんちゃん、そっち側にメガネある？なんか、枕元とかに。で、動画を撮ってきてますので、見ましょう、みんなで。まったりね、やりましょう。ノーカット版です。もしよかったら拡散してください。見逃した人がいると思うので。よろしくお願いします。じゃあ、回しながら、コメント読みながらやりましょう。音と映像問題ないですかね。あれ、音聞こえてる？ちょっと待って。あれ、音聞こえてる？音聞、あ、あ、あれ？音聞こえてるかな？ちょっと待ってね。プロパティ、オーディオ。音聞こえてますか？音聞こえてる。俺が設定間違えたかな？ちょっと待ってね。あ、間違えてるな。これで多分いいはずかな？あ、あ、来たね。あ、あ、音聞こえる？大丈夫？ OK。 はいはい。じゃあ、まったり見ましょう。結構迫力のあるシーンがいっぱいあると思う。誰対誰が面白かった？みんな。誰対誰が面白かった？KP。 相変わらずの高画質だね。何？のんちゃん、聞こえない。何？ああ。みやびくん、お、それ面白かった？ああ、ロシア大使館凸見てた。あれ面白いよね。ルサルクさんね。いや、のんちゃん、そっちで言っても俺ヘッドホンつけて聞こえないからコメント書いて。一人で笑われても。飛ばします。ミッド打ちらへんから見ろか。バラバラ。重いよね、弾むと。相手、格闘技覚えたらこれやばいと思うよ、結構。普通に強いよ。
ですよ。ですね。でも復活して僕の2000円の安物なんで。だから、ね、俺高額配信。俺からできないと思ってたからさ。これもね、客観的に見れる唯一の機会なんで。今日のスパちょっと調子悪かったね。ダメだったね。自分的には。みやびさんの時、あ、もう今日調子悪いわと思った。パワーあるね。ジャブが重たかったね。今までで受けた一番重かったジャブが、カズ軍曹かもしれない。その、なんつうの、正規の打ち方のジャブじゃないんだけど、普通に一番いいジャブっていうか、重たいジャブ。ほら、バンバン飛ぶんだよ。現場仕事やってたんだ。あのね、体のバネがね、なんか日本人じゃないみたいな。なんかね、フィジカルがね、飛び抜けてんの。バネがすごくて、重たいの。多分本人軽く打ってるはずなんだけど、すごいいいジャブ打つんだよね。あれ、ジャブで倒せるよ。左ストレ、なんつうんだろう、重さが全然違うんだよね。カズ軍曹すげえ強え。やったな、だいぶ引きで見ると、こういうところで見ると分かるね。だいぶやったね。うん、はい、ワード2楽しんでってね。今日の再放送だよ。多分ね、この再放送枠人気だからね、多分配信者がこぞってロムってるから、ね、あの今日多分参加したメンバーのね、ほとんどが多分ロムってね、多分クモン流とかね見てるんだと思う。結構ね、あの出た人がね、見た、あの自分の動き見たい、高画質で。あー、 GK さん、とんでもないです。楽しんでください。ヤンラッキーはどつ。俺もね、あの客観的に見れるいい機会なんで、一緒に勉強しましょう。今日は調子悪かったっすね。ていうか本当ね、なんかベンドさんがウルバリンみたいになってるんだよ。もみあげがすごい。お腹はぽっこりなくなってきたね、だんだん。画質いいでしょ。パソコンでちゃんと高画質動画で撮ってあるから、画角とかも計算して撮ってるから、あのだいたいね、いつもね、カズ軍曹のは終わりましたか。いやいやいや、まだアップの段階だから、これから始まるよ全部。高画質で全体のリング見えるように撮ってあるから、結構好評なんですよ毎回。スパーリング系はワード動画班の YouTube にもアップするんで、 YouTube あのチャンネル登録しといてください。下にあのテロップ書いてある URL にあの全部あのアップロードするんで、各試合を。試合じゃないか、スパーリングか。フォローありがとう。ワンさんかっこいい、ありがとう。
いや今日ダメだったね、今日ダメだったよ、今日調子悪かったね。めっちゃ白くなってくるからね。前夏らへんの真っ暗やねん。みんなブランカルっていうか練習してないよね、ドルさん以外は。まあ、カルカアップしてね。あれからでもあんまり運動しないんで。あれからはジムの方通って、あのステゴロ終わった後、で、その、通って、4回ぐらい行った後にバイちゃんと一緒に。ダメだ。フックができてないの。そんな大怪我したの。あの時すごかったね、それね。そう、ありがとう。じゃあ、ヒカル君がどれ行こうか。他の人ね、結構みんな空いちゃうから、俺が行った方がいいかも。結構ね、自分のいつも機材じゃないから。はい、じゃあどれ。もう後半いいよ。今日はね、ここいつも使ってるジムみたいなのが、なんかあるんですよ。右フックはいいね。なんで動かすの？勝手に動かす。誰だ？アングルが変わって。何やってんだよ。なんだこの数も。それにボディを入れると。大丈夫。ね、なんでこんな角度なんだよ。あれからでも働いてんの。収録あんまでも最近配信しなくない。毎日やってる。毎日やった上に。すごいね、受けが太いよね。前よりポップアップしたからする。まあ、パンプアップだよ。ポップアップしてもしょうがない。ポップアップ、パンプアップくれ。もうでかくなったよね、配信者の時を超えてますよ。どこに目指してんの、あなたは。困るよ、困るよ。困るよ、困るよ。仕事あればもう。じゃあ次。ヒカルはなんでこの角度なんだよ。ひどいな、ちょっと。誰かがカメラ倒しちゃったんだよ。じゃあヒカルは後で。クモンリュウサウスポーだからね。懸念かもしれない。これはまずいよ。マジで。この辺危ないと思う。知らないから加減とかを。はい。H なわし。はい。ライトセンスあるから。はい。あれ？おお、いい服打つな。あ、戻ったね。俺が気づいた。うわ、いい服打つの。フックいいな、右フックいいね、クモ。ちょっとロングフック気味だけどね。クモンリュウいいパンチ重いな。打った後のガードはね、空きがちょっとあるけど、パンチは重いよ。確かに、ガードはね、まだまだ補正ね、半年間ぐらいあるから。やっぱね、クレイジー B で所属っていうか通ってるからね、悪くないね。なんか、ムエタイっぽいんだよね、ちょっと。クモンの戦い方。いや、そんなことないよ。クモンの方がいい音してるよ。パンチの質的にはクモンの方が強いと思う。キラー B か。あ、ありがとう。
キッ、そうそう、キットのところだね。いやー難しいよ。ベンザさん教えるのうまいよね。いいですか。シマジロウくん。シマジロウくんね、ガタいいんだよね。背高いし。200名さんいらっしゃい。どうだろうね。弱点はやってみないと分かんないもんね。その動画研究したりとか。でも運動神経良かったよ、すごい。蹴りが良かった、すごい。ムエタイみたいな蹴り打つんだよね。シマジロウはね、ガタイがいいね。右足蹴ってその前に出るの、足止めないの。見てごらん、こういうふうに踏み込んだ。ありがとう、ユウさん。もし面白かったらフォローしてってね。よいしょ。セコロ出るために頑張ってます。奥の足もついてた。そう、後ろ足で蹴りやすい。最初やりづらい。そう。ジャンプやる気満々じゃん。それとこっから腰をひねって、こっちの膝をこっちの膝にぶつけるイメージで、肩の送りです。そう。足マジで。うん。脇を締め。脇を開かない。ストレート打つの難しいんだよね。さっきのワンツー。うん。質が悪くなります。流れて、流れて、ワンツー。最初のファンは当てられる。ここ、ツーで近い。そう。多分これ流れ的に言ったら最初俺とワド君じゃない。ちょっとずつこっち側に。いや、最初にさ、見たら変だ。そう。最初に見たら。すぐ戻す。なんか流れてくるね。多分オッケー。リーチ長い。いや、うるさい音。音割れちゃったよ。怖い。ウルバリンだよね、ウルバリン。和製ウルバリン。みやびくんからパンチ5、6発もらってるよな。結構ね、バッシュイン入ってるんだよ。軽めです。これでした。あー、そうでしょ。まあ俺が動画班だから毎回役割でいつもね YouTube にアップするようなんですよ。ほら配信だとさ、コメントさばかないといけないからどうしてもああなっちゃうんだよ。俺がその役割だから、もしよかったら毎回その下に URL 入ってるの全部録画してるから、このシリーズ見たい人はYouTube チャンネル登録と、ふわちフォローとよろしくお願いします。いろんな人のやってる、こうやと俺とかもあるし。フォローありがとう。ミドルキックとかの話しますか。ほんまに3割4割です。ミドルキックは、うん、多分3割4割ぐらいで。ミドルキックとかは顔だけ練習会みたいな。だ3分1ラウンド持たねえな今多分。2分でハーハーだよ。アングルイありがとうございます。これ録画用だからね。なんかコメントさばいてないここで。まあ格闘技の場合こういう方がいいよ。見やすいよ。え？ないっすよ。ないっすよ。僕ゼロですから。初っ端やりづらかったよな。こいつめちゃくちゃ違いだな。はい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 。俺よりゼロ。俺よりはやばい。やばいです。ゼロですね。あれ誰もなんもやんない。誰も。
はい、じゃあ了解、第一スパーリング始まります。行きます、いいっすか、いいっすか、あ、わかります、はい、じゃあ行きます、はい、軽くだよ、目鳴らしだから、目鳴らし反応するんだよ、最初だから、そう、それぐらいですよ、お互いパリングしたり、ちょっと重かった、強く携帯して耐えられるよ、カノ君今、カノ君今ちなみにね、アイシャ続けてきた、はい、どうした今カノ君先に、はい、ヘッドギアね、あるとね、見づらい。でも今日調子悪かったよ。ラスト10秒。あ、今のカウンターで入ったな。これ覚えてる。カウンターうまいな、はい、思いっきりカウンターで入った、はい、すいません、熱くならないように練習だからね、はい、あ、どうぞ、誰かスネスネとブローか、これでいいか、迫力あるよね、そうだね、面倒さんがね、ゴングめっちゃうるさく鳴らすからちょっと音絞るね、ガンガン鳴らしてたから、いや、俺インファイターしかないと思ってて、あの前の捨て頃ですごい逃げ腰だったから、今インインで全部やってんの。ダッキング褒められたね、うん、あれこうね、なんいつ覚えたんだって言われて、ベンドさんに教わってたの実は。だけど膝のカウンター怖いからあんまり使わなかったんだけど、だからピーカブーにしてて、いや頑張って、すごいよねミーさんね、みんな頑張ってますよ、うん、俺はジム行ったことはないかな、でも今月からちょっと通おうと思ってるんで、もしよかったらアイテムでご支援お願いします。1ヶ月1万ぐらいかかるんで、懐に入るのはリスクあるけど、もう俺の場合泥試合しかないからインファイターに切り替えた、強くないよ全然、あーでも嬉しい、ありがとう、一生懸命やってるから。カズ軍曹がめちゃめちゃ強かったね。ちょっと音絞るよ、ゴングの音うるさいから。始めます。カズ軍曹リーチ長いしね、ジャブがめちゃくちゃ重いよ。カズそれぐらいで、それぐらいで興奮しない練習だから。でね、あの掴んで倒す癖があるの、あのムエタイだから。別に反則じゃないけど、スパーリングでそこまでやんなくて、うまいんだよね、クモンがね、そのムエタイ式なの。軍曹パンチ、あの今まで戦った選手の中で一番重たいのはカズ軍曹だね。ジャブが異常に重い。うん、カズ軍曹めちゃくちゃ強くなると思う、フォームを覚えたり本気でやったら。あとハートが強い、さっき込めてくるんだよね顔に。カズ軍曹いいよ、本当に強くなると思う。結構みんな絶賛してんのが意味わかった、スパーリングやってみて。本当に強いカズは、まあ、クモも強いけどね、かっこよかった、ありがとう。手首がしっかりしてる、 なんだろう、すげえ強いんだよね、覚えたらマジで強くなると思うよ、うん、ウェイトもあるしね。カズ軍曹はね本当に強かった、よかったよ。
センスいいね。期待の方がで、あのクモンリュウは蹴りがいい、蹴りがいい。パンチを出せ。バッチバッチだから。いいよ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 。気が強いし体もできてる、向いてるよね。パンチを出せ。捨て頃多分盛り上がると思うよ。今回のスターになる可能性あるよ。もっとパンチ出せ。手が長いんだ。あ、10年以上現場やってんだ。体幹が強いんだね。異常にジャブが重くて、今まで一番重かったね、選手の中で。あ、ジャブクリーンヒットでもカウンターでやられるよ。ひどんな。うわうっせえな。だからベンジョさんがガンガン鳴らすんだよね、パソコンの横で。ごめんねみんな、うっさ、ごめんみんな。ベンジョさんがガンガン鳴らすから絶対こうなると思ってたんだよね。ごめんごめんごめん。そう、ここあの動画の時はカットしておくから、もうガンガン鳴らしたら交代したかったもん俺。ごめんね、ちょっとそれで音絞ろうって思った。うん、うっさ。いや言った通りだったでしょ。俺は軽めに打ってたんだけど、あのゴングは。運送は肩に筋肉、ストレートまっすぐ打てないと思う。ああ、ありがとうマヤさん、ハートありがとう。里丸、里丸って誰。みずきちゃんいらっしゃい。生でこの画質で見た方、生はねこの出力出ないね。あの FTP っていうのが1秒間に30フレームで、さらにあのフルハイビジョンかな、フルハイビジョンの画質で出してるから、あのこれは配信では無理ですね。あー、マスさん楽しんでってください。もしよかったら YouTube にあの各あの編集して動画上げるんで、いろんな試合に載ってるんで、もしよかったら下のねチャンネル登録だけ今済ませてください。アップロード全部下の URL に全部やるんで、あのチャンネル登録しておいてください。皆さんよろしくお願いします。今日の動画も全部編集して入れるんで、1試合各1試合ごとに。多分ね、一番迫力があったのが、ベンジョさんとドレさんと、クモンとヒカルくんが今日はハイライト、この2つだと思う。いや、ジャブだね、軍曹は。とにかくジャブが重い。あのジャブは倒せるジャブなの。で、ジャブ極めて重いジャブ打てる人って KO だから、すごいよ。ちょっとまた絞るね、ゴング鳴るから。ガンガン鳴らすから、ベンジョさんが。オープニングはあれなんだ。まあとにかくパンチがいいんだ、バネがいいんだろうね。もう離れしてんだよな。まあまあやってるから。誰も避けるから。テルちゃんのニヤニヤムカつくだろ。テル蹴り本腰入れてんだ。これはね、深夜中の枠でやってたよ。みんな運動神経いいよね。初見さん楽しんでてください。アブさんいいの入ってましたね。入ってます。そう、俺全然打たれたよガンガン。クモンはやっぱりやってるだけあるよね。キラー B だっけ。おい、ちょっと強いんじゃない。顔はちょっとな、ちょっとゴングの音気をつけてくださいね。ベンジョさんがガンガン鳴らすんでびっくりすると思うんで。リアルで見てた。あ、さっきの深夜調枠、ちょっと音絞ろうか。ベンジョさんがゴング鳴らすときは音うるせえから、ごめんね、音絞るね。残り何秒とかないからさ、そろそろ絞ろうか。初見さん楽しんでてください。面白かったらフォローしててね。 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画アップします。いや、ベンジョさんとドレさんの見応えあったよ。そろそろ音絞るね。ゴングうるさいんでガンガン鳴らすんで。俺やったよさっき。今みやびくんとの終わったやばっかりだね。終わっちゃった。もうハイキック KO はあの取れる人は取れるだろうね。あ、クレイジー B か、ごめんね。いや、さっきクレイジー B っつったらキラー B って言われたんだよ。クレイジー B で合ってるよね。じゃあさっき俺クレイジー B っつったらキラー B だよと笑って言われたから、ガンガン鳴らしてるわ。はい、音がうるさかったら。クモンいいよね、ちゃんと真面目にやってるだけある。ガードの甘さがちょっとあるけど。
で、ヒカルくんのミッド、ヒカルくん切れてたね。疲れですか、疲れですか。クレイジービーだよね。ミッドもだいぶキーパーもある。うまいもんな、ね、ミッド。何分回します？2分。2分で、うん、2分2ラウンドぐらい。ゴングうるさいから交代したの。いや、それがアップな。カレーでお腹痛い。あ、玉城いらっしゃい。ポカリが喉に。連続さん教えんの異常にうまいしね。ヒカルくんが綺麗だね。本当に体調悪いのかよって思ったもん。フォーム綺麗だし、調子悪かったのにこの動きかよっていう。これしてれば払いたくないですか、ね、ちょっとやばいなと思って。もうちょっとクモンリュウがね、結構気遣いができるやつなんだよ。いきまーす。クモンリュウパッパパッパ動くんだ。2分でーす。いいパンチ打つよね。いいパンチ打つよね。あれはね、あのミドルキック用だね。いいパンチで一番切れてるよね。フック綺麗だし、うん、ヒカルくんやっぱ強いよ。フィジカルモンスターだから。ヒカルくん天性だね、これは。野生児だから。これはおかしいよな。そう、こうやと朝まで飲んでて寝起きだかんね、これで。ずっと気持ち悪い気持ち悪いって言ってるこれだよ。なんだこの動き。一番いい動きしてっから、ね。クモンはね、暴力振るわなくなったらすごく伸びると思うよ。リスナーにも認められるし。フォローありがとうございます。もしよかったら YouTube チャンネル登録お願いします。この動画編集してアップします。残り1分。各試合皆さんのお気に入りの試合アップしていくんで。やっぱね、プロに教わってたしね。うん。飲めば飲むほど強くなる。水拳かよって。蹴りもこんなんだぜ。いいよ。フォローありがとうございます。いい動き。残り30秒ね。いや、あのね、しかもね、ガードがうまいの。あのね、亀になれるのね。鉄壁からのコンパクトなパンチ出すから、すごい理にかなってるっていうかね、お手本みたいな戦い方するんだよね。すごいいいよ。うん、いいよね、ヒカルくん。これはファン増えるわ。一番いい試合したしね、前回。ラスト10秒。センスあるよね。やっぱね、実戦はね、難しいんだよ。あのね、緊張とかもあるし。ミノアマンに学んでるってもう超豪華だからね。面倒さんうまいよ、教えんの。面倒さんからいい技いっぱい教わって、今回のスパーリングでも結構使ったよ。ヒカルくんはもう体幹めちゃめちゃ強いね。でもね、あのヒカルくんとも実際やってるんだけど、ポテンシャルで言ったらはっきり言ってカズ軍曹の方が上だと思う。フィジカルで言ったらヒカルくん超えてる感じ。ただその技術とか心の強さとかヒカルくんがこうガッていけるから、余裕ないからガツンっていっちゃうから。次誰だ、みやびくんと、みやびくんと誰だったっけ。カズ軍曹か。後背筋がでかいんだよね。だからパンチ力生み出すの背中だっていうのがよくわかる。2分1ラウンド、ガタイがいいよ。準備できたらお願いします。それじゃあいきます、スタート。身長180ない、180ぐらいあるか、うん、体重が85キロなんで意外と重いんだよね。だパワー系なんだよね、うん、いや、あのカズ軍曹強くなるよ多分ね。すごいいい試合やると思う。あのね、先飛ばしてきたもん。スパーやって分かったけど、うん、普段俺ギクシャクしねえわ。喧嘩売られやすいんだよ俺。まあでもスポーツでね、仲良くなるのはいいことだよ。ねえ、ベンドさんのコンセプトがそれだから。配信でぐちゃぐちゃやってないで、スポーツで蹴りつけようぜ。
大技出して、ね、かかと落とすだから、ね、大技出して、ね、アンディフグを思い出すよね。おロープ背負ってことは詰められるんだ。天井差があるから、ね、コーナーに入るの下がりだ。おーヒロ君久しぶり、こんばんは。ね、すごい才能だよね。かかと落としはすごい。まああの回し蹴りに近かったけど、後ろ回転の回し蹴り、後ろ回転じゃないか、時計回りの回し蹴りか、右回し蹴り。いいぞ、かずいよ、かずいよ、自分の距離で、自分の距離。近づかれたら相手の距離だから、ジャブの距離で。おいいよ、はい、ラストスパート10秒、5、4、3。いやあの多分ね、カズ軍曹が本気でやったらね、多分勝てる相手ってヒカルくんとか、この中でいったらドレさんとかベンゾさんとかになってくると思う。それくらい体格差がいい。こうやってね、ドレさんはね、2連戦をさせてとどめを刺そう。強いやつは、強いやつは疲れさせるっていう。このタイミングかよっていう。さすがドレッシング。抜かりはない。さすがドレッシングだよね。毎回だから。相手が弱った時はドレッシングの出番だ。そう、戦いは始まってたんだ。俺の出番だ。ドレッシングスタイルだ。しかし体やべえな、ドレさん。どんな体だよ。ラオウでしょ、ラオウ。どう考えても、カズ軍曹体でかいのに。ポイポイ行きます。どんな体だよ、本当に。またか。みんなね、ガシャンガシャンぶつけんだよね。配信回ってるっつう。軍曹が華奢に見えるからね、すごいよね、この体は。いや、54の体じゃないよ、本当に。ラオウ食堂だよね。アンダーアーマー、アンダーアーマー配信会で一番似合うからね。表筋がおかしい。すげえ体だよな。鍛えすぎでしょ。便所でも何キロ、100キロ超えてんの。いや97、はい、それではいきます。2分間です、よーいスタート。死ぬわ。いや体格差はあるでしょ、ドレさんの方が重いよ、うん。あ、でも身長的には合ってるかな。カズノさん若さがあるから、うん、これ痛いんだよね。桃缶に入ってる、うん、ない、ね、意識が下にいってるでしょ、うん、あれ軽くだけど痛かったはずだよ。ちょっと足気にしてたでしょ。うまいんだ、ピンポイント受けるから。あ、ブロックの仕方とかわかんないな。覚えたら強いよ、カズノさん。てかドレさんジャブ本域で打ってんじゃん、スピード。ちょっと待って、ドレさん結構強くねえか。聞いた。はい、残り1分。今のね、ドレさんの得意技ね、奥足インローってやつだね。あ、場所はごめんなさい、すいません。あの、特定とか通報とか入っちゃうんで申し訳ないです。おんさくさん、いらっしゃい。ね、見た目はね、逆になんでやらなかったの。
どれさんが残り30秒後ろに重心を置くかんね、パンツが当たんないんだよ。どれさんよロー受けるの、インロー、インローは入らない。俺も何発かインロー入れたけど、俺がインロー得意なのね、前足インローが得意だ。どれさん遅らせインロー受けて、うまい。まあプレッシャー半端ないな。ドルさんとやる怖さは分かってた。一発撃たれていいから2発返すぐらい。でかい。すいません。ありがとうございます。あんまりないっすよ。アメリカ人は今日来てなかったね。アメリカ人も頑張ってるよ。なんかね、ちょっとスウェーバック気味に構えるんだよね。フリッカーからのスウェーバック気味だから、あのね、パンツが届かないんだよね、うん。まあ、キープしてるよね。準備 OK だったら教えてください。うん、おー、ワイヤーで久しぶり、こんばんは。僕は竹ですから、全く竹さんいらっしゃい。楽しんでってね。多くね、あの時間やばいですけど。ヒカルくんがキレッキレだからな。ちまちゃんいる。二日酔いのヒカルくんの動き。次誰かとやろう。高画質最高、ありがとうございます。はい、行きまーす。2分間ですよ、よいしょ。久しぶりだ。久しぶりっすね。コンビネーション。うまい。うまい。ヒカルくん動きがいい。ウィービングがいい。これがあるかんな。ガード硬いのに上半身で動けるかんね。ほら、これ。あ、捉えられるはずです。うん、臭くなるよ。グローブとかも臭くなるよ。バンテージなんかもう臭臭ですよ。キレッキレだよね、光。これはマススパーに近いかな。あの本気の打ち合いじゃない。ここからどんどんヒートアップしていくから面白くなるよ、兄さん。ここからね、だんだん慣れてくるから。いや、ヒカルくん綺麗だよ。あのちゃんとした人に教わってたから急にフォームが良くなったの。捨て頃の1ヶ月前ぐらいに急にファイトスタイル変わったの。だからガードが絶対下がらない。それがね、やっぱり最大の武器なんだよね。パンチ力とかじゃなくてフォームが異常に綺麗。ガード下がらないでしょ、目から。そう、亀になれる。相手もやりづらい。そっからコンパクトのパンツが出てくるから、うんうん。ドレさんはカウンター狙いだからね、キックの時は、うん。だからね、攻め続けるといい。はい、残り30。カウンターパンチなの。もちろん攻めることもできるけど、カウンターが得意なんだよ。いや、俺はね、ボクシングのやり方なんだよね。キックボクシングであれやっちゃダメなんだよね。いきますよ、残り30。だから連動さんにお願いしてんのがボクシングやらせてくれって言ってんの。俺ボクシングだったら結構いい感じにいけると思う。はーい、終わりでーす。次俺ですね。次僕でーす。あ、違うか、俺じゃねえか。次の次かな、俺。いや、俺はボクシングの方が好き。だからピーカブー活かせるから、重心低くしてインファイトできるから、ガッチガチに殴り合える。これ今日のですね。2分1ラウンドいきます。いいですか。高画質で撮ってきたんで、いきます。よーい、スタート。お仕置きだ。で、格闘技って本当に面白いんだけど、なんつうんだろうな、威圧感があるっていうかね、やっぱね、下手な方が回るんだよ。
これね本当にそうなの。なんでなのか分かんないんだけど、あの上手い人の方がリングの中央に行って、下手な人っていうか実力差がある方が動くの。これ絶対なんだよ。だから円の中心にいるんだよね、上手い方は。これね、あの1個見るときに参考になるよ。何やっとんじゃん。、うん、そうなんかね、コマみたいに回るし、なんか威圧を感じた方が動き始めるんだよね。そうだから、そのね、リングの中央にどっちがいるのかっていうのは本当見た方がいいと思う、格闘技見るとき。そう、残り1分です。それは結構1個いい見方だと思う。ムエタイ式だからね、手伸びた、うん、うまい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 ね。雲うまいよこれ。雲うまいよ。ドレさんから1本取ってるからね。あれ膝蹴り入れられるからね、うん、ドレさんがうわーっつったもんね。防衛本能だろうね多分ね。これ格闘技で結構有名な話だよ。これうまいんだよね。ムエタイで習ってるから。そういうクモンは身長俺と同じぐらい、172とかだと思うの。俺より高いぐらいちょっと、うん、あ危ねえ、うん、いや俺素人だからね。ちなみにあの俺の得てる話は、あの初めの一歩とグラップラーバックと、シャモっていうのと、あの漫画データ知識だからあんまり真に受けないでください。あのここにいる600人の中で格闘技詳しい人は爆笑してますからね。お前それ漫画だろ。そういうのを楽しむわけなんで、ここは。まあそれ漫画じゃねえか。ドレさんとか。いやだドレさんですよ。ドレさん。ドレさん。あ、来た来た。これ見応えあるよ。これ見応えあるよ。シャモ最初の頃良かったよね。ボクシングどっち？わかる。最初の頃シャモは良かった。じゃあボクシングルール。これ見応えあるよ。トルさん息整ったらお願いします。これパンチの音が全然違うから聞いてて。それではボクシングルール、2分1ラウンドいきます。よーいスタート。これすごかったよ。メガホンありがとう。アイテムありがとう。そう、ね、キックボクシングジム通いたいんで、もしよかったらアイテム支援お願いします。ほら音が違うでしょ。危ない危ない危ない。ベンゾさんインファイターだからね。おでこでもらうの。ベンゾさんインファイターだ。いやいや、おおってなってたよ。はい、反則負け。おでこでもらうから、ヘッドスリップってやつ。危ない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 、油断すると危ない。残りハーフ1分。はい、残り40秒。デンプシーロール。これでドルさん火吹いちゃったの。重い重い重い。危ないよ。重い重い。危ない。やりすぎやりすぎやりすぎ。残り30秒。危ないって。危ない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 。危ない危ない。で。おい。おい。ああ。熱くなっちゃった。マジ本気じゃん。残り10秒。10秒。なんねや。そう、こっち。5、4、3、2、1。キレッキレ、ドレさんキレッキレだった。ドレさん、ドレさんがキレた。いや、危ないよ、今のは。あの、ガードがうまいからできるけど、俺とかがもらったら、もうノーシンポ。素人じゃん、素人。素人、素人。素人でしょ。まあだから7割ぐらいで打ってるでしょ。このぐらい8ラウンドぐらいやってよ。ありがとう。ありがとう。エンジェルドラッキュ大
入りますか、皆さん。じゃあ閉めましょう。本番だよね。本番だよね。これぐらいね。熱を入れてありますね。そうそう。面倒さん頸椎やられてるから握力もないんだよ。この後誰も上がれないんじゃないですか。誰も上がれない。まだ10時ですよ、あと1時間まだ1時間あるからね。あと全部俺回しになっちゃうよ。ありがとう GK さん、花火ありがとう。まあまあ見せ場だよ。俺じゃない、俺じゃない、誰かと見せ場を作って、配信のことよく分かってんの、ベンドさん。まだまだまだ、これちなみに4ラウンド目です。謎アピール、謎アピールが来た。まあでもあのコンビネーションは圧巻だわな。フォローありがとうございます。いやでもね、あれ弁当さんだからできたんだよ。弁当さんじゃなかったらあんなんやったら怪我するの分かってるから。だからそう、格闘技やってる信頼関係があるからでしょ。それでも弁当さん、要はそれでもやりすぎだろうって言って突っ込んだんでしょ。ちょっと待てみたいな、それでもやりすぎだろうっていう突っ込みだったんで。で今度俺ですね。弁当ならいいや。そうそうそう、まあまあファンサービスだよ、弁当さんとドレさんの、うん、挨拶だ挨拶。格闘技やってる人の挨拶。俺ら素人はやっちゃダメだよ。いや弁当さん大丈夫よ、弁当さんもタフだから。まあ体とね、体力と技術はまあまあすごいですよ。ただね、あの性格に異常が出てるからね。そう、フィジカルも技術テクニカルも全然いいんだけど、メンタルの方にね、異常に問題がある。異常に問題がある。メンタルの欠如が半端じゃないです。統合失調症だから、自己愛性人格障害だから。はい、いらっしゃい。メンタルさえなんとかなったらね、完璧な人間なんだよ。あ、行けますか。いや、ぶっ壊れてる。ボクシング。捨て頃でもああいう、いや、捨て頃、はい、実際会場すごかったよ。うん、はい、僕です。これがインローね。俺の得意技。今のがインローって俺の得意技。ジャブでいい。踏み込んでジャブ。そう、それいいよ、それすごい。ブロブロ。金的だ。出たのわざちゃんと。まあ、パールカップついてないですか。止める、これ止める、これ止める、止める。止める、止める、止める。止める。はい。うん。いや、走り込むよ。タバコは吸う。俺はね、だからボクサーっぽくしちゃってんの。ピーカブーってやつ、初めの一歩がやってるやつだから本当はキックじゃダメなんだけど、あえてやってるインローのちょっと上のなんつうの、金玉の付け根みたいなところにグッて入ってグーってせり上がってくるの、金玉が落とすまで時間かかるのよ、ちょっとじわっと。金的ファールカップついてないですね、うん。今いいよ、そのジャブが一歩、そう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 、それすごい、もうむしろそれだけ打つよ。そう。ワードワード設計戦だよね、だから。膝はもう触るだけね。センジでね。おやすもナイスナイス。すまいいぞ。手足が長い。すまいいぞ。背中向けちゃダメだ。背中向けちゃダメだ。そう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 。逃げろ逃げろ逃げろ。逃げろ。逃げろ。そうそう、いなして逃げろ。うまい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 。おい。まずガード叩くな。あ、相手がどんな相手でもタックルに来たよ。ラスト30。シマ、さっきのジャブでいいぞ。ジャブつけ、踏み込んでつけ。そう、踏み込んでつけ。これはね、あの、シマジローっていう体力が。はい、ラスト20。パリングはあなた、ドレさんから教わったんだよ。はい、バッティング覚悟だね。インファイターしょうがない、ね、っていうか膝蹴りのカウンターもらうよ、こんな。
回か何回で。あ、やってるやったやったやった。じゃあカズとワド使う。俺とワド、じゃあ休憩するわ。じゃあカズとクモにカップはつけてなかったね。ダウンじゃないあれは。あのバランス崩したところにやってたから、あれはダウン判定じゃないね。カズとどう？カズくん。まあ、ダウン、あの起き上がるのが遅かったら取られるけど、あれはスリップだ。スリップっていうかまあだからバランス崩したところに押した感じだ。あれはだから効いてない。本番もちろんつけますよ。全部つけます。あ、極真空手はね、前蹴りと膝蹴りとかね、その足系の技が多彩だね。特に前蹴りがやっぱり極真強いですね。いや、技は全然良くないよ。アンダーアーマーの人もいっぱいやってたよ。いやいや、あの、誰か足本当に超軽くね。アンダーアーマーっていうかただのさウェア着てるだけなのにアンダーアーマーって呼ばれるから筋肉が鎧になっちゃってる。別にアンダーアーマーではないから、普通になんか普通のスポーツウェア着てるだけなのにアンダーアーマーって筋肉がアーマーに。ロイさんはね、あの体力配分がうまいんだよ。自分のラウンド数計算してんだと思うよ。だから異常に体力、攻めるところと抜くところを分けてるんだよね。カズでもスピード上げていいんだよ。当てなくてもパッて、パンチはパッて出していいんだ。ヒカル避けるから。ヒカル君避けるのうまいし、カズ分層リーチもあるしうまいよね。ガード覚えたらいいんだ。ミルコクロホップ強いよ、超強いよ。そう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 、もうちょいパンチの効果お互い。カズは特にヒカルが行く、リング上がると いかないっすね。そうそうそう、いかないっすね。ヒカルの練習なんだ。本番6月っすね。早いパンチ、ヒカル基礎できてるから大丈夫。そうそうもらわないから。おい、ナイスカウンター、ナイスカウンター。ヒカルも全開ステージの力じゃなくて、そうそうそう、そういう体のグイグイ打球使って、そう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 、ナイスナイスナイス。カズ行かないとやられると、やられると、まず喧嘩だと思って行け。お前江戸川そんなもんか、お前江戸川関係ねえ。殺すっつってそんなもんか江戸川。行け行け、殺さないぞお前。いや、ヒカル君手抜いてんの。あ、体調悪い、遊んでる。みんな素人だよ。ドレさんとベンジョさんだけだよ。またかかと落としろ。パンチだぞ、パンチ、パンチだ、パンチ練習しろ。おい、ナイスか。いやいや、ヒカルいいよ。膝は当てないけど。多分ね、スイッチがあるの。俺とやった時は結構、あの、ところどころスイッチ入れてたよ。うん、いいよいいよ、ヒカルいいね。ヒカルいいよいいよ。まあ、最後は根性論、精神力一番ですね。心技体の順番ですね。心技体。そのローキックの後、すぐパンチ打ちた。実は体じゃなくて心の方が重要な。でも、カズ軍曹、心強いから。そう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 、ナイスナイスナイス。はい、痛い。もうダメだ。それで、それで練習こんなもん。カズ、ありがとう。多分、この二人がやっぱ一番才能あるんだ。いや、金前さんはタマちゃんと忙しいんですよ。いや、でも一番光くんが扱ったんですよ。やめてください。いや、宇野神経やっぱりいいから。傭兵みたいな。俺熱くなかった。もう一回やったんだろうな。ベトナムで最前線で戦ってたみたいな。やつやつやつ、待ってください。次回怖いです、これ。まあ、何が熱いんだろう。マナー守れない人ブロックです。あいつ体操は化け物だよ。化け物化け物。
なんでカットしたの僕が吹っ飛ぶんですか。バランスだから、ね、なんかバランスが悪いから本は消化されないからそのままできてヒットさんがやったらすぐ可愛がってもらうよ。普通に話するぐらいすぐ可愛がってもらうよ。俺聞いてるだけで撮影がない。たまたま会ったよ。佐藤さんってやった人って誰だろう。軍曹トレーニングしたら強くなるだろうね。スパーリングではないよこれは、技術確認。ブルース・リーはもう喧嘩プライベートでやりまくってたぐらい自信あるぐらい強い。いや、スパーで喧嘩になってないよ、俺がリングアウトでずっこけちゃったんだよ。これメインで来てんすか。一つあるの。あ、そうですね、一つあるの。あ、そうですね、一つあるの。え、明日も上で行こう。あ、じゃあ予定つきつきじゃないですか。はい、お疲れ様でした。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 はい、行くよ。大丈夫？二人とも。行きます。クモンバースすみや。本番6月ですね。でもダメダメ。まだすごい。あ、出れるかわかんないよ。あの、クモンの意外とガーッと甘いから、ボコンって。こっち結構微妙なんですよね、空気が。ほんと、温度差がここで。そうです。配信がオフ。めっちゃ温度差オフみたいな。こっち、リングはオフだ。みんな静かやん、この配信。めっちゃオフの空気ね。誰も喋ってなかった。びっくりした。すげえ無駄だ。俺しか喋ってない、こっち。一番無害者。来年っすよ。めっちゃオフやん。メイクも今日最後や。全部、全部出して。はい。だって300人超満員になるんだぜ。誰におんの。もうちょっと準備必要だよ。そうそう、強い。どれが一番強い。まあ誰が一番強いっていうのは俺が言うことじゃないよ。誰が強いか分かんないから格闘技ね、試合やるわけだから。みんなの中で誰が一番好きかって問題だと思うよ。俺やったのは違う、シュマジロウだね。クモンとはやってない俺。おい、ナイス。おい、左のミドルいいね。体格差というか、ここは体重差だな。本番はツイキャスだよ。フリッカーで散らす。そうだ、マスの時はそれでいいの。マスの時はそれでいいの。フリッカーで。おい、ガードがちょっと低いよ。もう去年面白かったね。これ宮城さん。宮城さんとクモン流。ナイスカウンター、クモンナイスカウンター。わあ、はい、いいよ、宮城さん、さすがさすが。クモン、ガードが前から行くとこんだよ。見切れてるつもりでもガード上げとかない、片っぽ上げとかないと。クモンはね、ムエタイに近い。靴上げとかない。だからほら、こういう技があるの。ダメ、体重差あるからダメ。30秒、宮城くん、ワンラッシュ、ワンラッシュ、ワンラッシュ。ワンラッシュ、パンチで。クレイジービーっていうとこはムエタイ式だから。ラッシュ、コーナーだからラッシュ。そう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 。いやいや、これ本気のスパーじゃないよ。その軽く当て合うっていう。クモンナイス、クモンナイス、クモンナイス、おいおいおい、クモンナイス、クモンナイス、技術の確認。つかみは本当はダメなんだ。多少なら OK だけど。ハイタイム。はい、2人ともよく頑張った。 OK。シュートボクシングではないから。スパーリングだった。じゃあ、まだ誰とやるの。最後あれだ。家族ともう一回できる。もう一回ですか。ワドとやったっけ。やってないですよ。いや、ワドワドつかずに。はい。つかずます。はい。はい。で、クモンが準備できたら最後、クモンと、全員じゃん。あ、違う、全員疲れる。今何時。今は22時、27分。27分、もう終わりだ。あ、じゃあ21時まで、あ、23時まで。30分。それじゃあこの後、あれ、クモンとヒカルやって、まあ終わりかな。あと2試合、俺とカズ軍曹と。和道とカズ軍曹。はい。もしよかったらアイテムでご支援お願いします。パンチ使って、パンチすごいいいね。
マジで頑張ってます。え、聞いてます。足ですよね。はい、足。はい、はい、パンチ。これね、あのずっこけちゃったんだよな、ほら、後頭部ってさ。強かったよ。お願いします。ありがとうございます。風船ありがとう。あ、いや、野鳥は出ないですよ。みんな遠いわ。はじめの一歩。遠藤、2時間ぐらいかな。そうなんですよ。都内じゃないんだ。あ、オレンチームすいません。これは、どれ誰チーム空気があるね。え、ガツガツガツ。なるほど。はい。当てるけど、まあ。どっちかだったら減量してるもん。それが、それでも分かんないから、それが、多分その、まあ、守るボールです、はい、だけど、ジャブが守るから、エントリーはしたけど、出れるかどうかわかんないですね。いきまーす。バカありがとう。そうそう、ゆっくり当てても、そのバチンにいかないで。これ、戦闘服あれ、試合着で。なんで避けないスタンス、それで疲れるから避ける、うんうん、打たせて体力を温存しよう、打たせてないから、ね、ガードを上げてるのブロッキングっていう技術、そうそう、騙し合い騙し合い、そう今のワードが回る、バランスバランスバランス、カズマさん、さっき教えたあのジャブとストレートがいいね、そうだね、インファイターに切り替えてるから今、うん、ダッキングして入ったりとか、うん、ワンツーの感覚短くてパンパーンって出すわパンパーンそのあとツーワンツージャブで相手を崩してストレートで当てるだけナイスワードいいよワードいいよジャブ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 で崩してからいいね早いねパンパンワードそうやってもらっても怖くないからしっかりガード固めてそうよく見て、来るな、まっすぐ来るんだから、ジャブジャブジャブ、怖がるな、怖がる、ジャブジャブで相手のガードを崩す、ガードを離させる、江戸川強えな、そう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 、ポジション変えて、そう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 、相手に的を縛らせる、そう、ポジション変えたらすぐ攻撃、そうそう、いいよ、まず1回目のいいとこ見せろ。あと15秒まだ行け、ガード下げない、ガード下げない、向きになってたもん、ガード下げない、まだ行け、まだ行け、そう、熱くなってたもん、冷静にガード上げて行け、最後、やられてもいいから行け、そう、おナイス、ナイス、ヘッドスリップ、ナイス、かわいい、かわいい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、いやいや、最後、来られたから今、いや、ごめんなさい、こんなの笑うわ。すいません。最後ちょっとこんなの笑うわ。これは笑うわ。こんなの笑うな。ちょっともう一回見ようぜ。ちょっとこんなんずるいわ。これ持ってるね。こんなん笑うわな。いや思いっきり後頭部打ったんだよ。こんなん笑うわ。もう一回見よう。ちょっと面白かったね。ええだよね。こんなん笑うな頭ゴーンだもんね。そうそうちょっと面白かった、ね、この緊張感からのさこのなんかダッサい感じが最後の1秒で笑い取るっていいよね、うん、の軽く脳震盪起こした感じこれでこんなん笑うわそう。リングアウトするっていう笑うよねこんなん持ってるねそうそう、騙し合い騙し合い、そう、今のはワードが回るワードバランスバランスバランスこれは面白いよさっき教えたの、ジャブとストレートだけでいいよジャブとストレートだけでいいよ足使わなくていい、足で頼らないジャブとストレートだけワンツーの感覚短くてパンパーンって出すわパンパーンってその後、ツー、ワンツージャブで相手を崩してストレートでもっと顎引かないダメだなナイスワードいいよワードいいよジャブジャブで崩してから右手で仕留めるワードそうやってもらっても怖くないからしっかりガード固めるそうよく見てジャブジャブジャブまっすぐ来るんだからジャブジャブジャブ、まあ、人生転げ落ちてここまでやってきた感じ
相手のガードを崩す。ガードを離させる。エドガー強えな。そう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 、ポジション変えて、そう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 、相手に的を縛らせる。そう、ポジション変えたらすぐ攻撃。そうそう、いい。こんばんは。まだ1回ぐらいいいとこ見せろ。あと15秒、まだ行け、うん、ガード下げない、ガード下げない、武器になってたもん、ガード下げない、まだ行け、まだ行け、もう笑える、冷静にガード上げて、行け最後、やられてもいいから行け、そう、おナイスナイス、ヘッドスリップナイス、かわいい、かわいい、最後来られたから今、いいやつも笑ってるから。こんなん笑うよ。いや本当にごめんなさい。すいません。ごめんなさい。出てきた。こんなん笑うよね。スコーンって。すいません。じゃあチャック。俺もやる。こんなん笑っちゃったから。いや江戸川やめてください。これ以上江戸川。笑うっすよこんな。江戸川できですから。江戸川やから。歩けないっすよ江戸川。いや江戸川。思いっきり後頭部打ったから、ね、思いっきり後頭部からあのトイレにガーンってぶつかって、そうスルッとスルッとくるっと、これはこれはこれは、プッシュでつうかね、あの実はあのプレッシャーが半端じゃなくて、そうフックで体勢崩れたところ追いかけられたから、そのなんつうのバックステップで逃げてんの中腰で、それがね要はねこのお尻ロープダルダルだからお尻スコーンって抜けてった、そうそう、いやこれは配信だね、これが配信だよね、ああ大丈夫です、こんなん笑うよね、頭ごっちんぶつけてんの、一番いいパンチだからね、本番これは観客にぶつかっちゃうよ、うん、で最後がすごい良かったよ、今度クモン竜とヒカルくんな、クモン竜ヒカルくん、これは俗に言う美味しいってやつだよね、いやあのねカズ軍曹はね今までやった人の中でジャブが一番重かった、格闘技やってないのにジャブが一番重い、今のはねあのお尻からフェードアウトだねお尻からフェードアウトだ、あ大丈夫大丈夫、でもね尖ったところだったら本当に死んでたかもしれない、思いっきり頭後ろから行ったから、これねロープがダメなんだよね、これね実はねあの AV の撮影なんだよ、あの AV のビルなの、 AV の撮影とかもやるところだから、あのね本ちゃんのそのロープの張り方じゃないんだよね、ダルンダルンでしょ、だからテローンって全部下がってるでしょ、張らないといけないんだよ、ほんと、いや大丈夫大丈夫、いやー美味しいよね達彦ね、うん、ダルンダルンだよ、うん、これさイナビ君はツイキャスなのよ、スーパーやってんだけど、まあ、3ぐらいろいろやってる、できる、あどうもふわっちです、ヒカル弁当俺ぐらいツイキャス気持ち悪いけど、僕のことを騙してボコるつもりでしょ、マジで、もうみんないっぱいいっぱいヒカルと、いやもちろん格闘技がメインなんだけど AV 用にも貸し出しますよっていう場所、 AV スタジオじゃないよメインは、だから AV の撮影でも別に構いませんよっていう、僕はあのガムテープいかれちゃってるんで、あ自分のやつ使います、いやもうレガス俺の使う、これすごい好評だったね、ヒップアウトっていう技にしようか、2ラウンドヒップアウトいいね、2ラウンドいけそう、2ラウンドきついっすよ、1分でもやばい、だからどういう AV かっていうと、まあこういうね筋肉隆々のおじさんとイケメンがですよ、こうおいリング上がれよっつって、寝技勝負なっつって絡んでるうちに、この筋肉隆々の人がはあはあはあ、いいやほーいってなるんだよ
そういう AV だよ。そういう AV。今日はクモンピやってるじゃんっていうことから始まった。まずですね。パールカップは。そう。パールカップも大丈夫です。大丈夫。はい。あれはパンツは？チョコボールです。めっちゃマシだ。いろんなジャンルがあるから世の中には。イヤホイはそういう意味でしょ。あればもうすぐに生まれたいです今、うん、いやそうですね、あもう確定すれば やりたいです、ね、そうです、はい、さっきちょっとやります、はい、花火いただいた、ありがとうございます。はい、どうなってんの、はい、これはハンマーでカーンってしまった。いや、次のそばけじゃないですよ。いや、泣かれたらそばけ、ライブするかしら。どこを叩くんだ。やらすだけやらして、ね、放置やめて、やらすだけやらして、うんって、はい、滑ったみたいな感じだった。あーしんど、僕の名前間違いない、これいざとなった、まあこれ出てないってことですね。ハンマーピンチになった。4回失敗してますから。これ他4回失敗、次ご覧のみしろ。僕投げは禁止だね。投げでもね、組んでからのそのあれなんだけど、背頃では禁止だね。でもムエタイとかだと有効な技なんで。ムエタイ式なのね。クレイジービーって通ってるところが。知らん、覚えてない。なんか癖で出ちゃう。悪気があってやってるわけじゃない。そうそう。おみやび最後布団かけてとか言って。ホテル連れて。気づいた朝だった。みやび布団忘れてる、布団とか言って。いいっすか、はい、そうそう、首相撲っていうか足引っ掛けてるからダメなんだけど、うん、そう、あのムエタイだったら OK なんだけど、ステゴのルールはキックボクシングだからダメで、そう、ルールによって違う。まああんまりやりすぎると怒られる、減点だね。まあ、1回ぐらいだったら大丈夫だ。だから首相撲系の技なの。雲うまいよ、回すのがうまい。注意受けてたけどね。顎、危ない。クモンが今引っ掛けたの。でもまあ防御としてね、もつれたように見せられるから。はい、残り1分。クモンがだから技術があるの。ほら、関節で回す技とかやってるでしょ。ムエタイの技使ってんの。危ない。ヒカル君強いよ。集中したい、集中したい。クモは体脂肪率 5% とかだからね。見ないから当たっちゃう。見ないと。体重60キロだって。あんまり引いてるけど、見ないと。そう、見ればよくないよ、こんなもん。上を睨むようにして開いてる。ボディ開いてる、ボディ。順番が得意です。早く30秒。30、最後の試合。早く30。クモン。早くブレイク。クモン離す。いや、怒られた。キャッチはダメです。あと20秒。どうしたの、ナイスカウンター。そうだね、喧嘩はダメだね。あと20秒だよ。もう最後かい。はい、いい勝負だったね、これね。はい、いいハンデだったら。はい、ラスト、はい、10秒。はい、いけ、はい、行け。はい、6、5、4、はい、ブレイク。あと4秒、ラスト4秒。はい、3、2、1、はい、
で実際腹筋触ったけど体脂肪 5% ぐらいだったよ。いいスタイルだった。高度な。なんかエロいコメントだね。元彼ムエタイだったけどリズム感ずっと感じた。エロ。何のリズムだよそれ。ムエタイのリズム感じたの。元彼の。ちょっと面白いコメントだね。ヘッドギアはつけなかったね。うん、いやいやコメントが面白かったから。元彼のムエタイのリズムどんな感じだったんだろうね。ちょっと面白いコメントは拾わせて、うん、メガホンプレゼントありがとう、うん、そこじゃない、そういう意味じゃなかった、ごめんね。俺はそういうことなのかなと思って、うん、本場のリズム、ムエタイの本場のリズムをベッドの上で感じたのかなと。酒のこと考えてますよ。そう、ワドワールド。ハンマー使う。ハンマー使って、それでも勝てない、勝てない。ハンマー使う。じゃあちょっと片付ける前にセッティングを取っちゃいましょうか。はい。それみんなで片付けて。はい。カン、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 汗がやばい。楽しかった。汗がめっちゃめちゃ。名古屋で散々やられたわ、本当に。汗がやばい。ちょっとエンディング入るの。エンディング何？から上上がらんかった。インカム、インカム、インカム。ああ。ね。終わりも終わり、はいはい、まあすごい人数だな。ごめんね、変ないじり方しちゃってね、ごめんね。みんな映るよ、これ辺で。まあまあ豪華だね。じゃあみんな今日の感想はね、豪華なメンツでした。あっという間だね。なんでスマホ傾いてんだよ。スマホの傾きおかしいだろう。何年やってんだよって。はい、どうもキラバルボです。いや最後すごかったよ、飛び出しちゃって。めっちゃ痛かった。どこ打った？あ、コートです。トイレの音がガーン行きました、ね、危ないね、頭は。ワドアンチ喜んでる。ハズルンソーかな。しばらくザマーでしょ。ワイツサイドしたから怒ってる。天井太郎さん見てますか？天井太郎さん、捨て頃出させてください。入れよう。あ、いた。よろしくお願いします。見てた。はい、やっまで。はい、すごいメンツの中で僕だけ過疎なんですけど、でもきっかけなんでしょうからね。ちょっと今日はヒカル君のおかげでこういうところに出ると本当に嬉しい。今日はまずさ、軍曹は技術身につけたらもうハートとハートとフィジカル、肉体は完璧だ。喧嘩してすいませんでした。一応ね、今回はレオを殴った荒野、そして池上、そして迷惑かけた実際にも謝ってくれました。荒野君、池上君、そして僕のリスナーさん応援してくれたと言って本当にあかんだ。本当にありがとう。じゃあありがとうございます。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 すいません、すいません、お礼しない。クレイジービーって言って、なんだっけ、キット、神の子キットのブランド、クレイジービー。クワッチであのパチンコ配信ばっかりです。パチンカスです。パチンカス、はい、で今回ちょっと、まあ、みんなに褒められて、まあ、ステゴロ2あるんであれば出たいです。ベンズさんやりますんでお願いします。前科はないです。前科はないんでやらせてください。お願いします。お願いします。あらせんです。ストザルです。それじゃあ、まあ俺らの企画もね、11月11日4時から新約庁配信で、うんうん、ツイキャスで、そうですね、うん、僕がメンツやりますんで、明後日ですね、はい、明後日4時から見てください。リサさん来ていいですか？いますね。ほとんどかじった。全員だよ。全員だよ。宮野行きました。宮野行きました。忘れとんかい。忘れてた。リサさんもあのリアドツ町、まあリアドツ町っていうか、まあ全然交流もね、全然ありだった。来た人は無料やしね。あと今度は室内だから。そう、あんまでもできます。場所は場所埼玉。まあツイッターに書いてます、僕かてるちゃんに。いいね。よろしくお願いします。お疲れ様です。ずっと女の子誰だってね、すごいうるさかったよ。あそこ、うん、なんかみんなね、盛りついた猿が。あ、それはね、映るために言うの。あのね、ふわっちのね、AV 代表、おい、俺だよ。あいつは抱いたのか。いやいや、抱いてない。いろいろ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 抱いてない。
やでもずっと言われてたからね。やばいやばい NG なんだ。それはそれはね、あの僕の組合のね、あのホモ軍団からね、やられちゃう。ホモなの。ホモキャラなんで。島次郎。まあそれは冗談ですけどね。あの今回あのまあ東京の方来させていただいて、明日はですね、モグゴリの明日もあるんだ。明日だ。フィリピンの王って何？そうなんだ。飛んでくれってそれやないんだ。フィリピンの王って何？次がまたモテるチャンピオンとね、あの薬局のフッカさんね。フィリピンの王ってなんだよ。まあステゴロ2あの需要と供給があれば出させていただきたいと思いますので、うん、皆さんよろしくお願いします。今日は出した、よし下にいくしゃ何今の何今のびっくりしよう。ワンツーワンツーいやこれ今日は怪我がまあ、怪我っていう怪我がなくてね、楽しくできて。いやでも最後危なかったよ。危なかった、ちょっと危なかったけど。まあ、いろんな、あのいつもと違う組み合わせで、すごい楽しかったです。ね、これを、こう、だんだんステゴロ2にね、向けて、盛り上がってきた。お手製になったかな。うん。ありがとうございます。お疲れ様でした。今回読んどいてね。そう、今日は一応あのドレさんと僕で軽く汗を流そうっていうので、あ、そっから始まったんだ。あの、こうやったからもう本人は体調悪かったって皆さん、まあ、お祭りに行ってきました。で、まあ、あの僕も今後あの、まあ、ステゴロ2出るか出ないかはちょっとわからないですけど、僕もこういう場を設けてくれるなら僕もちょっと顔出ししたりとか、ちょっと汗流していきたいなと思ったんで。あ、丁寧ありがとうございます。 YouTube にアップするんでね、ノーカット版を。じゃチャンネル登録お願いします。下の URL です。なんで、なんでこいつら出る気になってるの。まだ出すって言ってる。お願いします。お願いします。ある意味オーディションのね、ちょっと審査で12月から決めるつもり。なんで出る気になってる。出たやらしいね、本当に。それ冗談で、一応来年、まあ6月から12月の間でまたステゴロ2やります。で、今月はリスナーさんからの推薦、この配信者を応援してるんで出してくださいっていうのを DM で募集します。で、推薦が多かった人をそのリスナー推薦特別枠ってことで、過疎だろうが知名度がなかろうが出場させようが。で、来月からはその配信者それぞれが自分から出してくださいっていうのを募集しますんで、で、自己申告もふわっちだけにならない、ツイキャスだけにならないように、一応理想はふわっち6人、ツイキャス6人、ニコ生6人の計18人で9試合予定します。ワッチ6人みたいな。暑いっすよ。ワッチ暑い。ワッチ6人みたいな。ワッチばっかしやるね。ここは今日からツイキャスやる。あ、そうなの。ワッチのツイキャスゲームです。まあ今日はツイキャスやらせてもらいましたけども、まあまたね、ステゴロはまた3万人いくといいね。ドレを出すから、ドレを出すから。アウトローが多いから、まあ、そこはまあ現状の判断でね。俺だってそうだよ、まあ、そう野球はまだね、一回踊るけどね、まあ、参加できるなら、まあ、ちょっとでもあのオフショットは撮りたいけどできたらクレーム多かったかもだけどね。それを検討してください。頑張った野球のシール剥がしたみたいな。今日ね、あの薬局も今日本当に超たまたまだったんですよ。そう、昼まで飲んでて、まあ、撮影ありがとうございます。逆にやらせてもらってありがとうございます。まあ、こういう感じで逆に撮影係で来てよ。いや、全然呼んでくれたら俺を出すなっていう熱い。もうどこ行ったら俺を出すな、俺を出すな。噂だろ、表ではベンちゃんベンちゃんって言うけど、裏で俺の悪口をなんかいい話して俺を出すな。メガホンありがとう、サマジロウさん。お前が何回も俺に電話をしてくるから人が寝てるの。まあ全員フワッチです。仲いいのか分かる。フワッチのいいところは仲いいところだ。結束力強い。便所の企画だから全員フワッチだよ。便所いらんかったら全部なくなるよ。みんなで最後にじゃあ、まあ、ヒカル君とどれの間がなんか締めてるの。普通に俺のって言われる。ステゴロ2の最後の締めちゃう。じゃあ、お疲れ様です。あ、みーさんありがとう、風船。かしぐへほー。みんなツイッターフォローしてあげてね、今日の。めちゃめちゃ出せ、あれば。シャメさんです、シャメ。あとでツイッター出します。お疲れです。お疲れ様です。OK。シャメとシャメ。お疲れ様です。お疲れ様です。こっから配信がいい。写真パッド撮りましょう。そうですね、なんかね、みんな仲良しだよね。
みんな映ってる。みんな前に来て前に。みんな仲良し。全員入ってる。入ってる。俺か、そうだね。そっちの位置の方がいいわ。私押します。いいよ。あ、でもいけるか。あ、危ないか。もう一人いるな。後ろにもう一人いるな。映ってる。もう一回。OK。もう一回でしょ。もう一枚。押してる？あ、録画になってる。もう一回、もう一回だよ。上から。OK、OK。ありがとうございます。あの、自分の道具は下げて、あの、片付けちゃう。ありがとうございます。いや、面白かった。ありがとうございます。いや、楽しい。仲いいよ。これはレンタル。レンタルとレンタル。これこれ。え？何か。うん。ということで終わりですね。皆さん、こちらの動画は、下に URL があると思うんですけど、URL の方にあのノーカット版と各選手のスパーリング、まあ、キックミットとかもう全部アップロードするので、下の方を見てください。うん、こういうね。まあ、こういうね、みんなで寝てる宗教団体みたいなね。こういうシュールな映像。これ面白い。これが一番面白いじゃん。おはようございますって言って、もうなんかもう一人で。今の絵、この絵が一番面白かったよね。これが一番面白いよね。これなんか職人さんが使いそうだよね、この絵ね。この絵何なんだって。これはドレアンチが、ねえ、このなんか、ずーっと配信見てんのよ。ずーっと配信見てんの。こういうね、宗教っぽい映画ね。ほもびだね、これ完全に。こういう、なんかいろんな映像がありますので、これアップしますので、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。クワッチもね、ぜひフォローお願いします。あ、これ、俺ちょっとキックミットみたいな。ちょっと待って。パソコンでログインしたら、やばいの、うん、体硬いな。体硬い、うん、でもツイキャスの人集まるからスマホでツイキャスできるから、うん、スマホでツイキャスできるから音が違うな。やばい。俺はやってほしくない。こうだったらフワッチでツイキャスでスマホで十分だ。動画がかかればいいんだよ。生放送はいいよね。収録動画はこれ収録撮ってます。フォローありがとうございます。カズ君そもないパソコン、はい、日程もう一回、何の日程ですか。何の日程流せばいいんだろう。日程何の日程俺よりはやばい。やばいです。みやびくんハゲてたって姉さんいらっしゃい、うん、みんなハゲてるから、はい、みんなハゲ了解です。ちょっと待って、はい、いけます、うん、いけます。いいっすか。やっぱね、楽しい、楽しんだ方がいいよ。あ、分かります。はい、楽しんだ方がね。楽しんのなんぼだから。はい、ならしだから、ならし反応すんだよ。みやびくん、ちょいあ、もうちょっと終わる。最初だから、そう、それぐらいですよ。お互いパリングしたり、ほらほら、ワンチョッケータイムに変えられるよ。パパ君、今、ちなみに挨拶続けてきた。今、パパ君、これはもうちょい抜いて、まあ、もうちょっと力抜いていきましょう。太郎さんが発表してた。ああ、いや、簡単に言うと12月に選手の発表が決まって、6月から10月の間にステゴロ2が開催されるっていうことですね。おはようございます。もうこんな時間か。待たない、相手の動きを待たない。打たれたら痛いのは相手も同じだから。
俺の枠で勝つ。されて痛いからそれは怖くなってたんだよ。分かった。自分がコーナー背負わないよ。自分がコーナー背負わないよ。ラスト30。回って返して。ワド、ワド、冷静でいいよ。冷静でいいよ。冷静でいい。顔だけは面白いとかないよ。相手も来るよ。下がれ、そう。ラスト10秒。カウンターで一発いいのもらうんだよな。この後、これカウンターね。目がいなくて、まあまあリングの上だったら、近距離だったら、まあ見えますね。まあまあ楽しんでいただけてよかったです。多くのリスナーさんありがとうございます。よいしょ、うん、画面がずれてるな。お疲れ様です。ちょっと待って、え、ヒアルロン酸入れたの？知らないわ。いや疲れたな。最近なんかサバゲーとかさ、フットサルとかさ、こんなのばっかりなんだよね。ちょっと待って、よいしょ。まあ面白かったね。面白かった？リスナーさんは練習はどれくらいの頻度でするの？いや、毎日通うよ。まあ人による。うん、全く練習しない人もいれば練習する人もいるって感じで、そこは別に自由だから、うん、練習しなくてもう勝つ人は勝つし、うん、そこは自由なんじゃん。そう、強かったらいいわけだから。フォローありがとう。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。あとは、俺はこれを YouTube にアップロードして、動画編集をして。うん、頑張れね。ありがとうね。そんな感じかな。お腹減ったな。疲れた。頭クラクラするし。楽しかったよ。大変だね。まあまあしょうがない、仕事だから、うん、仕事だって言い張ってるけど本当は働いてないんだけど、まあ、自営業みたいなもん。吐き気とかない、大丈夫。そこまで重症じゃなくて、ちょっとズキンって首ひねったみたいな。結構思いっきりぶつかったから。え、新兵器？あ、分かんない。新兵器ってなんだろう。 AK 重かったね。すげえ面白かったよ、うん、俺ももうサバゲー用に服も買ったし、今マスクを作ってるね。あそこにちょっと見えるけど、あそこに粘土があるんだけど、あれはもうサバゲー用のマスクだね。本気ですよ、僕。サバゲー、フットサル、捨て頃。企画が満載ですね。あと、達彦も別で、練習やってるんでね、この達彦の方も行こうと思ってます。出られるように頑張んないとね。でもまあ俺寝起きなんだよね。寝起きだからそんな眠くはないんだよな、実際。そこがちょっと問題なんだよな。どうなるんだろうでも一回休憩しようかな。ニコ生から6人って誰だろう。見当がつかない。俺は川崎洋平に出てもらいたいなっていうのはあるけどね。川崎、まあ非暴力だから出ないとは思うんだけど、なんポリシーとしてね、彼は暴力嫌いだから。川崎洋平くんと当たるんだったら当たりたいね。あ、誰だろう、ニコ生。サノッチとかかな。ガタいいしね。誰がいいんだろうね。誰が出たら面白いかな、ニコ生。ジンギスカンとか出ないよね。アイラが出ればいいんだよ。アイラキックボクシングやってんだから、経験者。
女のファン増えるぜ。朝の10時まで、無理だよ。メガホンありがとう。朝の10時まで体力持たないよ。アイテムで応援してくれる？玉代さん。そしたら頑張っちゃうけど。稲子稲子神だから。まず、神になると、そういう、なんつうの、下々の、そういう下水場所には降臨しないから。お、コブリさんいらっしゃい。頑張ってます。いっすいっす。稲子は神だから。神を愚弄する行為だから、それは。フットサルなんてどうでもいい。疲れるだけだし、捌け詰めてけよ。俺、車、縁石に車ぶつけてばっかりだし。うん。稲子は神。あと、体重まだまだ絞らないといけないかな。そこが辛いよな。体重どんだけ落とせるか。あと、スタミナ上げだな。スタミナ上げ。じゃんじゃんいかないと。やっぱりあれだね、ドルさんとベンジャさんの戦い迫力あったね、迫力が半端じゃなかった。まあでも格闘技はね、シンプルで面白いよね。見たことない人でもどっちが強いのかっていうさ、シンプルな争いをするわけだから、素人が見ても強いのは強いってなるじゃん、あれはね、すごかったね、本当にね、びっくりするぐらいすごかったね、すごい。今からロードワーク配信ってのは、すいません、つい好奇心から。一応ね、配信で飯食ってるんで、需要のない配信はあんまりできないですね。ごめんなさい。その動画あるんですか？え、何の動画？その動画っていうのは。どの動画？その動画って何だろう。この動画がわかんないな。どの動画だい？あ、撮れたよ、メンザ太郎さん。流したよ。見る？さっき流したけど見るかい？見ます？いいですよ。じゃあ、それ流してラストにしようか。終わりにしようか。ちょっと俺、YouTube の動画編集するから、今日は雑談やめとくよ。多分疲れちゃっててね、雑談、喋りが回んないと思うから、ごめんね。だから、その動画流して終わりにしましょう。じゃあ、最後に。いや、あれはすごかったよね。じゃあ行きまーす。それでラストにしますね。はい。ちょっと疲れちゃった。俺も明日に備えてやんない。これだね。この辺だ。じゃあこれ流して終わり。いや、どれさん、どれさん、どれさん、わあ、逃げた。どれさん、これで負けた。やばい。やばい。これ全場練習から。やばい。
キック、ボクシング、どっちで、ね、ボクシングのみで、ね、じゃあ、ボクシングルール全然だよ、ドリームマッチだよ。いや、これすごいですよ、これトルさん、息を乗ったらお願いします。もう大丈夫ですか。それではボクシングルール、2分1ラウンドいきます。よーい、スタート。ファイターだわ。おお、トモさんいらっしゃい。ありがとうね、花火。久しぶり。はい、反則負け。おお。危ない危ない。残りハーフ1分。はい、残り40秒。あ、やり返した、やり返した。重い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 。はい、残り30秒。残り30。おい、おい。はい、残り本気じゃん。残り10秒。10秒。5、4、3、2、1。これですね、はい、よいしょ、これでございます。はい、まあ YouTube にね、あのアップロードするんで、動画ぜひぜひ、あのよろしくお願いします。まあ怖いよね。あ、モイスさん花火ありがとう。うん、ありがとう。いや、ベンジョさんも強いからね、怪我するから止めたん、あれは怪我する試合みたい、みんなすごいよ、すごくないのは俺だけだからね、すごくないのは俺だけなんだ、いや、ベンジョさんすごいよ、あんまりほらやりすぎちゃうとダメだっていうのも分かってるし、多分ベンジョさんあれだからね、決意やられてて、あのハンディキャップ負ってるからね、よかったね、すげえよかった、スポーツは素晴らしい、疲れてる時の声いい、疲れてるね、結構ね、色っぽいより目のハゲ色っぽい、今日疲れてますね。明後日はフットサルだぜ、参っちゃうよ、もうおじさんなんだから、いや、わどいんじゃない、疲れてます、優しい、俺普段優しいよ。和道さんの食事見る人いるのに、和道さんの食事見る人いる、何、ご飯食べてるところもう少し雑談してってこと、もう少し雑談してってこと、玉代さん、じゃあもうちょっと頑張ろうか、もう30分ぐらいね、せっかくね、見たい見たいって言ってくれて嬉しいから、そう、じゃあご飯取ってくるわ。ブロックもいいけどスウェーがうまい。ドルさんスウェータイプだね。スウェーを。YouTube に上がってる？
え、なんだろうそれ、よくわかんないな。夜食っていうか俺にとっては朝食だけどね。起きたのが9時じゃなくて夜の8時に起きたから昼飯ぐらいだ。俺にとっては昼飯、昼飯は朝飯を抜いて昼飯か。なんかでも全体的にみんなふわっちが稼げなくなってきてるね。なんかね、配信者が増えて分散しちゃってるんだよね。うん、だから俺らもいつになるダメになるか分かんない商売だから怖いよね。ありがとうトムさん、花火ありがとう。マミちゃんも風船ありがとうね。いや、みんなのおかげでなんとか食えてるけどさ、だってなんだ、あの会場借りるのにもお金相当かかるでしょ。移動するのもさお金かかるでしょ。やっぱり食えないときついぜこの仕事は。食えるようになったら楽しいけど経費がすごいかかる。だから4年間はずっとね、みんな働きながらとかやりながらさ、経費を工面してみんなそうやって頑張ってってるわけだからね。カツカツだよ本当に。100万200万稼いでる人でも貯金なんかできてる配信者見たことがない。不安定不安定。ただその一瞬だけさ100万とか稼ぐ人もいるから、そのボーナス的にいい思いはするかもしれないけど、それが一生続くわけじゃないもんね、ニメさんね。うん、例えばこういう高画質で撮れるっていうのもさ、バッテリーでしょ、でハイスペックのパソコンでしょ、でロジクールのカメラ三脚っていうのが揃ってできるようになってさ、そうコツ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 いただいた支援、パソコンとかさカメラとかで回せるから、リスナーさんありだよ、お前は生ポの成り上がりだろディスってんのか褒めてんのかよくわかんないけど、まあ生ポはねもう抜けたよ1年前、もう、もう1年経つか、うん、俺生ポ受けながら働いてたよ後半は、スパリング終わったね、セイラさんお疲れ様。YouTube に動画あげるから見て、まあまあまあリスコツ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 、初見さんいらっしゃい、夢はあるね、逆に言ったら俺らなんかさ夢しかねえんだ、まともに働くこともできない大人たちだから、アダルトチルドレンってやつだよな、ヘッドゲームしないと危ないね、危ない。お腹空いてくる？一緒に食べる？画質を上げるのはそんなに難しくないのね。いいカメラといいパソコンを買えばいいだけだから。だから配信がなんで高画質難しいかっていうと、配信の電波で見やすい、要はプツプツっていうポタポタとか言うんだけど、みんながスピーディーに見れるぐらいの高画質に落とさないといけないの、それがねめんどくさい。打ちどころ悪かったら死ぬよ本当に。コブリーさんの言う通り、あれはちょっと危ない、本気で打ちだったら。特にドルさんのパンチ重たいから。やっちょの PC 治るだろうか。ちょっと厳しそうだったね、厳しそうだった。多分治んないと思うよ。直したとしても結構高いから新品買わないとダメだろうな。よくパソコン壊すよな、やっちょも。多分治んないね、あれは。直したとしても相当金かかると思うよ。だから水没はダメよ。16オンスですよ。さすがにあのね殴り合いで
16だからあれやってるんだと思う。あんなの12オンス以下でやったら危ないよ。もうそうそうそう、腰のキレもあるし、ちゃんと肩入れてるから危ない。まあお互い分かってると思うよ。ただちょっとやりすぎだよって便所さんからストップ入ったけど、さすがに放送どう超えてるって。ドレさんファイターだからね、あの人。あの人は生粋のファイター。あ、間違えた。生粋のプップクブーだから。お疲れ様、クーさん。いつもありがとうね。来てくれてありがとう。クーさんのなんかそれかっこいいよね、サムネ。家紋みたいでね。自分でデザインしたの。うまい。ああ、ヒップアウト。でもほら、狙ってやったら面白くないんだよ。わざとらしいから。本当のアクシデントだから笑えるんだろう。頭ゴーンって打つやつなんか見たことないじゃん。家の家紋なの？え、こんなかっこいい家紋あんの？あの、クーさんさ、家紋はね、うちの家紋すっごいシンプルな家紋なんですよ。だから、そういうかっこいい家紋、羨ましいね。あの、僕の家紋、丸に十の字なんですよ。多分ね、日本で一番シンプルな家紋だと思うよ。お、解放お疲れ。日本で一番シンプルな家紋で、丸書いて十の字。丸書いて十、うちの家紋は。すんごいシンプル。かっこいいんだけど、なんかこう、なんかこうさ、菊の紋みたいな、わかんないけど、そういうかっこいい家紋見ると羨ましいなと思う。でもいいよね、日本は家紋っていう文化があって。ね、家にマークがあるってすごいよね。ねえ、こんなかっこいいデザインあんだね。クモンがもう少し気合い入れるとドレさん倒せると思うんだけど、あのね、それはちょっと偏った見方かな。その心意気でクモンはやってもいいと思うんだけど、まだまだ3段階ぐらいドレさんが上な気がする。勝負事だから分かんないけど何があるか。3段階ぐらい上だと思うよ。ちなみに俺とクモンがやったらクモンが勝つだろうね。俺よりは強い、絶対。だからドレさんと比べて、もう少し気合い入れるとっていうのはちょっと読みが甘いかもしれない。なんだかっていうと、体重が全然違うのよ。で、体重が違うっていうことの危険さってさ、そのボクサーとか格闘家だったらよく分かってる。同じ身長体重だったら、クモンにワンチャン絶対あるけど、むしろ恵まれてると思うのね、クモンは。だからでかいんだよ。ドレシンは。クモンが一番分かってるはずだよ、それを。もうちょっと、クモンは。ただ、クモン弱くはないよ。あの、叩かれてるほど弱くはない。あれはただヘイトで叩かれてるだけだよ。だから、
あれはずるいよな。甘くてるかんね。卑怯なやつだドレッシングは。まあそれは若さなんじゃないの。クモンっていくつだっけ。まだ20代でしょ。そら心はさ、育っていく楽しさがあるじゃん。心も鍛えるって。達彦足の毛があるからな。俺はだけど達彦に勝つ入れたよ。いつまでも出たい出たいって言ってるのか、出る男なのか選べって。俺はお前が出たいって言って出る、出たいじゃなくて出るって言ってほしいって。うん、そしたら足怪我してよかった。俺は辰彦を引きずり出したいね。強いから、うん、だね。強いやつなんて5万といるの世の中には。強い人は5万といる。そう、配信者として上に行かないと上げられないんだよ。上がらない世界なんだよ。その要は金になるかどうかなんだよこの世界って。閲覧が増えるか、ファンがどれくらいいるのかって世界の難しいんだよ。別に強さ競いたかったら世界チャンピオン目指せよって話じゃん。そうじゃなくて俺らからするとショーなんだよこれは。そこをね、辰彦が理解し始めるとね、急激に変わるよね。そう、地下格闘技でも世界チャンピオンのボクシングのキックボクシングの出ろよってなっちゃうのよ。そうじゃなくて辰彦っていう生き様に惚れ込んでファンがたくさんいて、誰かと因縁があって達彦頑張れよっていう流れを作れるかどうかなんだよね、達彦が。俺はそこを全力で応援しようと思ってる、そう、見たい対決があるかどうかって。極端な話、金払ってでも見てえっていう、そういうことができるかどうかなんだよね。俺つえーくんが出てもしょうがない。達彦はもうリスナー歴長いから分かってるよ、ガメラバーサス三井さんとか、それは金取れるね。だからユイがバーサスうなちゃんマンだったらもう超満員だよね。1試合で満員になるだろうね。多分1000枚ぐらいチケット売れるでしょ。俺絶対買うもん。ごぼうしばき合い対決とかでも見るよね。熱々おでん対決とかでも見るよね。夢のカードだよね。そう、だそれを作っていけるかどうかなんだよね。それは強さではないじゃん。強さじゃないんだよそれは、だタレントとしての強さっていうか、配信者としての強さをどこまで磨いていけるかっていう、そこですよ。そういう面白さがあるから、あんかけ対決とかね。クッキング対決でも人集まりそうな気がするけどね。視聴者数俺全然ないよ。何言ってんの。全然ないよ。石川とよっさんなんかね、壁ドン対決ねえとかね、ジャイロとボーアリーすげえ面白いじゃん。ねえ、配信って難しいんだよ。だからその花があるかないかっていう話なんだよな。花があるかないか、あとキャリアがあるかどうかとか、だってぶっちゃけ強いやつ見るんだったら K1 とかさ、プライドとか見るでしょ。 MMA とか見るでしょ。配信者のさ、やべえ憧れるわってなんないでしょ、むしろみっともない戦いが見たいわけじゃん。ダッサって言いたいわけでしょみんな。猫パンチじゃんって言いたいでしょ。でもなんかそんな中にキラキラしたものを見出したいんだよみんな。そいつら口だけなのかどうなのかを見たいって感じでしょうね。
ただそれだけだよ。俺らが勝負してるのはまず最初に強くなるトレーニングじゃないんだよね。強くなることも重要なんだけど、出場資格があるかどうか。大手になった和道さん、おめでとう、ありがとう。仏さんいらっしゃい、久しぶりだね。元気だった、うん、超久しぶりだ仏さん。ぶっちゃけイケイケ配信者より理論派が好きだからね。そのトークイベントやりたかったんだけど、トークのバトルをやっぱりやりたいんだよね俺は。トークバトル、うん、トークバトルイベントやりたいよ。ボクシング7年やってるけど、強さで見たらどれもボクシング下手すぎてイライラする。そう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 、本当にそう。だからやってる人からするとイライラするぐらいがちょうどいいんだよ。そう、例えばさ、そのじゃあ配信会でね、踊ってみたでプロのダンサーに匹敵する人います？歌ってみたって言って可愛い声で歌う子はいるけど、歌唱力がプロ並みにある人いる？歌ってみたでね、可愛い可愛いって言われてるのでも芸能界入れるぐらいのアイドルいる？トップ取れるような。配信ってそういう世界なのよ。要はね、第一線で活躍できない落ちこぼれたちの中でどんぐりの背比べをしてんのよ。で、本当に格闘技強かったらプロ行ってるって。そうじゃないの。そう、どんぐりの背比べのシュールさを楽しんでほしいの。そのどんぐりの背比べなのに、なんか世界タイトルマッチみたいな吹かし合いが始まるわけじゃん。そこが醍醐味なんだよ。で、その、ふかしがメインなのよ。要は、なんか、俺のパンチでお前、立てんのかみたいな。死ぬぞみたいな。そういう技術を身につけた方が、それが面白いんだよ。でしょ？その、なんつうの？因縁とかさ、もう、小学生かっていうぐらいレベル低いわけじゃん。正直言うと。そう。いや、プロの芸人超えてるね。うん。それは本当にそう。だって、その芸能界の人にファンがいるぐらいだから。あれは別格だけど、うん。まあ、石川の隆起とか。たまにじゃん。だって、配信人口30万人いる中で、なんつうの、配信の、そのトップに行ったわけでしょ。だけど、ね、また別ジャンル。あれは天然記念物みたいなもんだから。レジェンドっていうのはそういうことだから、うん、プロの芸人は超えてるだろうね、うん、配信者はね、今で言う芸人さんじゃないんだよ。昔の芸人さんだから、その要は今テレビとか出れていいよなって、芸人売れっ子でっつって舞台の土佐回りしてたりとか、テレビに出ても変な役回りしかもらえなかった頃の芸人なんだよ。本来の芸人なの。そう。だから今ね、その吉本とかが力持ちすぎてて、その芸人がそのね、また別のジャンル、スターダムになってるけど、それはさ、そのテレビののし上がりとともに先輩たちが下積みをやっていって、芸人ってすごいんだぞってやっていった結果じゃん。だから俺らが今それを作ってる黎明期だと思ってるよ。そのインターネットテレビっていうのかな、インターネット動画とか配信がメインになるのは確定してるわけだから、その時に言われるんだよ。もうだから石川紀之とかがもう本当になんだろう、すごい売れるの松本人志みたいな扱いになるんだよ。これこれとかがね、あの YouTuber みたいになんだよ。その時にいや、お前らの時代はいいよなって、今テレビ簡単に出れるし、すごい人集まるし、俺らなんかすごい大変だったんだぞみたいな、そういう風になると思うよ俺。まあドラマだよね、
人間模様が強いっていうか、喜怒哀楽の激しいやつの方が人情味があって好かれる。ただそこはね、そのやらせじゃできないんだよね。台本書いたらできないんだよね。アドリブと人間力だけで勝負する世界だから、人間性がすごく出る。むしろ人間性だけで戦ってるようなもんだよね、この世界は。すごく難しい。だから嫌いな人は嫌い、好きな人は好き。ただそのなんだろう、テレビみたいなモデルっていうのはならないとは思ってるけどね。制作会社が降りてこないと、やっぱり技術が高いからテレビって、NSC とかね。だからまあビジネスモデル成功したんでしょ。日本で面白いやつがガンガン金払ってきて、ふるいにかけて、で面白いやつだけどんどん自分のところに蓄積するっていうスキームを作ったんだよね、吉本興業は。すごいよね。つまんないやつも面白いやつも金払わないとうちには入れませんよっていう。そう、だから弟子文化をなくして、金取るっていうスクールビジネスに転換したっていうのはすごいよね。そこで面白いやつは会社でバックアップするっていう。だって川崎洋平も柏木くんも吉本の養成所上がりでしょ。すごい世界だよ本当に。いろんな世界がある。俺らはだから、なんつうんだろう。本当にだから、インディーズのバンドとかに近いなって思うな、すごく。インディーズのバンド、ほら、ライブハウス経営してたから、よくわかるんだけど、やっぱりね、すっごいお金かかんの。ライブハウス1回デビュー、1回出演するのに3万円のチケットノルマ、要はチケット25枚とか売らないといけないんだけど、売れないんですよ、やっぱり。毎日ツアー回ってたりすると無理じゃん。だから、なんつうんだろう、ファンの女の子とかが支援したり、各地にいるの、全国各地に宣伝してくれたり、ビラ撒いてくれたり、お金を支援してくれたり、ハイエースっていう車を支援してくれたり、それで初めて太い、その太客みたいな人がいて、プロになるまで応援するよって言われて初めて成り立つんだよ。だからそれにすごい近いと思うよ。ワード食えるようになるまで俺が食わしてやるよ、その代わりお前らしくやってくれよみたいな。で、ある程度その集客が集まってきたらさ、だん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 食えるようになるわけじゃん。ただ、俺らのね、難しいところはメジャーみたいなものがないんだよ。音楽ってインディーズとメジャーっていうのがあるじゃん。まだメジャーができてないから。そう。そこはね、やっぱり巨大な企業とか、テレビ番組のスタッフみたいな人で、その、なんだろう。その、大人だよね。要は金稼ぐプロみたいなものが入ってこないと、俺らにはチャンスが回ってこない。うん、いやいやいや、そういうプロデュースとかはまた別だよ。だからすごい売れないバンドにすごく似てるっていうか、やっぱメジャー行ったら嬉しいもんね、応援してた女の子からすると、すごく似てる。だから地下アイドルみたいなもんだよな。そのバンドで例えると分かりづらいかもしれないけど、地下アイドルとか少数の人たちに囲われて成り立ってるアイドルとか、そうサブカルだよ。そうそうそう、ニメさんの言う通り、本当アンダーグラウンドカルチャー、サブカルチャーなんだよ。サスケさんいらっしゃい。まさにそう、メインカルチャーじゃないの。メインになるかならないかっていうのがアベマとかアベマ TV とか、あと LINE ライブとか、あれはもうテレビの下請け、テレビの制作会社が降りてきてるから。朝日テレビと一緒に作ったのがアベマでしょ、サイバーエージェント。うん、だからその今後は運営サイト、 YouTube とかが公式みたいなものをやっていくようにしないとダメだよね。アベマ公式みたいな、公式だから。ニコ生はそれ頑張ってたんだけどこけたんだよね。あとね、テレビの視聴率っていうのはさ、昔はテレビしかなかったわけじゃん、娯楽は。
だからさ、数字持っててごまかせたんだけど、広告代理店とか。インターネットのいいところでも悪いところでもあるんだけど、今何人見てますよっていうのがさ、リアルにバレちゃうわけじゃん。もう239ってぴったりカンカンを出すわけじゃん。だからね、大人がごまかせないんだよね、うん、金を取ってこれない広告を、うん、あとその一部の変な人たちがいるわけじゃん、ネットで活動してる。そういう人たちを排除できないっていう、だから仕組み上の問題でね、やっぱりまだまだ発展が遅いっていうか、金にならないんだよね。で、 YouTube が成功したのはやっぱりイメージ戦略を、 YouTube がテレビ広告打ったりとか、 YouTuber って儲かりますよって戦略的にやったわけじゃん。ああいうね、仕掛けが上手い人がいないとダメなんだよね。やっぱ世界の Google が仕掛けただけあるんだ。上手い、非常に。そうそうそう。だからもう、その、なんだろう、中間マージンを取れなくなってきてるんだよね。ダイレクト、C2C、カスタマーとコンテンツホルダーが結びつく時代だから。だからね、逆に言ったら、でも芸人さんとかすごい食えないのよ。一つの舞台で数百円とかザラにあるから、みんなバイトしながらやってるから、配信者羨ましいと思うよ。アメリカでも崩壊するよね、いまだに日本でも視聴率って言ってるのも。でも下手な芸人より俺ら稼いでるからさ、食えてるわけじゃん、配信だけで。え、羨ましいって、向こうの畑の方が羨ましいってなってると思うよ。舞台に出て食えない芸人さん、芸を磨いてる人からすると、なんだそれってなるでしょ。俺らより全然稼いでんじゃねえかよみたいな。一概には何とも言えねえよな。まあでも、海のものとなるか山のものとなるか、まだまだ分かんないよ。それはほら、雰囲気とか流れとか空気とか世間体とかいろいろあるじゃん。そこに乗っかるのが俺らの役割で、その流れ自体を仕掛けるっていうことはできないわけだから、資本が足りないわけだから、個人だと。やっぱりそこはふわっちの運営さんとか、ニコ生とか、自分が信じたサイトの運営さんを信じるしかないよね。ゆうさん、風船ありがとう。そうだと思うよ。ふわっちが思い切ってテレビの深夜枠を買い取るとかさ、すごいブレイクしてね、売り上げが良くなってって、そしたら夢あるよね、うん、まあ難しいだろうけど、 BS とか CS とか買い取ってみたいな一枠。まあテレビはね、ネットを嫌いしてるから無理だろうけど、まあしてるしてる。トレンドはもうネットに移行してるのは分かってるから、あとはそのどうブレイクスルーするかって問題だよね。そのもう YouTube みたいに、もう何千万ダウンロード、日本国民のすべての、ほぼすべての国民が YouTube 見てますっていう状態まで持ってく。配信はリアルタイムだから難しいよね。編集ができないから事故が起こりやすい。あのね、やっぱりね、最近の配信者大手さんは YouTube の打ち合わせばっかりしてるね。どうやって YouTube と結びついていこうかって。タレント力は YouTuber よりあるけど、動画編集ができないんだよね。2020年に回線が 5S になるし、配信者の影響力がさらに高まりそう。いや、構造的に無理だね。あのね、それ西村博之が言ってるんだけど、生放送を見る人って時間に余裕がある人なんだよ。で、なんで YouTube が受けたか、なんで5分の動画かっていうと、一駅、スマホのアプリの開発も今それがテーマなんだけど、一つのダンジョンをクリアするのに3分以内っていう設計をしてるの。要は、駅の移動間とかお昼休憩のほんの空いてる時間にいかにログインさせるかっていう理論なのね。だから2時間とかの YouTube のアップロードより5分に、もう CM 的に5分に絞るっていう手法なの。で、冷静に考えてさ、モイストさんさ、俺らみたいに長時間配信者を、一日だって多分みんなはさ、5、6時間見てるわけよ。ヘビーな人だと10時間ぐらい見てるわけでしょ。普通に考えて働いてる人がそんな時間ある？
だから本当に株とか FX で余裕があってラジオ代わりに聞いてる、自営業で余裕がある、会社役員で余裕がある、あとは生活保護主婦なんだよ。普通に勤めてる人、大衆からするとそんなお前配信なんて見てる時間ねえよって言われちゃうんだよ。だからね、そこがね俺らの不利なところの、ファンとの絆は根強いんだけど、ファンとの距離感は近いんだけど、構造的にその例えばさ、俺の放送5分切り取ってみても絶対面白くないわけだでしょ。そうじゃなくて俺と会話をしてる感覚が楽しいわけよ。みんなは和道の部屋に来て和道と雑談してるっつうか、わちゃわちゃしてんのが楽しいんだよ。タイミング完璧だったね、 YouTube ね、買い取ったのは。だからね、難しいかなっていう、いかに回線とかが軽くなろうが何しようが難しいっていう。どれさんクラスになったら目がつぶれてももうコメント読めるから大丈夫だ。あの人には心眼があるから。ていうかコメント返すスタイルじゃないよ、もともと一人で喋ってるスタイルだから。あの人はラジオパーソナリティに近い喋りなんだ。コメントなくてもずっとできるよ。伊達にね、仮想10年やってない。コメントの感覚が異常に長い、コメントが少ない配信者、実を言うと。ドレさんはてかふわ、最近の生放送の流れだよね、コメントを書かなくなってきてるっていう、そこは技術だよね。振り、自分で振りをして自分で落とすっていうね。だからね、結局ね、インターネットって何なのかっていうと、構造的な部分は、根本的な部分変わってない。根本的な構造。それはね、出会いなんだよ。あのね、よく出会い系サイトみたいとか、出会い中って言葉があるけど、インターネットってもともと出会いに特化してんの。だからミクシーにしろ、フェイスブックにしろ、ツイッターにしろ、生放送にしろ、アメブロにしろ、何にも変わってない。すべて出会いなんだよ。人と人の。でしょ、よくよく考えたら出会い系サイトなんだよ。そうだからテレビみたいにタレントでっていうのは難しいんだよね、やっぱり。ただ一つ変わってきたのは、リアルタイムですごく数百人相手にできるようになった、数千人数百人っていうのは、そう劇的に違うんだよね。例えばその人間が一生涯に出会う数、人間すれ違う数が3万人だったかな。あの名刺交換するとか、学級クラスになる、仲良くなるとかじゃなくて、その関わるっていうことを含めると生涯3万人なんだって、平均すると。で今度仲良くなる人ってどれくらいいるかって300人って言われてる。で最終的に葬式までお付き合いする人って50人もいないんだよ、約50人って言われてる。3万人に出会って関わって300人と仲良くなって、最後その残る人って50人って言われてる、平均化するとね。だけど俺らって今リアルタイムで240人と関われちゃう、240人にメッセージを届けられる時代が、だからそこは圧倒的な強みだよね。しかもその求めてることをダイレクトに言う。例えばなんだけど、俺が花火くださいって、冷静に考えて何にもない人に1000円くださいって言って1000円投げるわけないでしょ。花火一発ください、お願いしますって、ご飯食いたいんですって冷静に考えて投げるわけないじゃんって。でもね、240人リアルタイムでいると、その中で、いや和道くん好きだよって、和道くんのこと好きだから花火あげるよっていう時代が来ちゃったんだよ。これが今度1000人になる、1万人になる、10万人になるって、どんどん規模がでかくなるわけじゃん。だからビジネスになりつつあるんだよね、そこまで来ると。露骨に花火をくださいって言わなくても花火がいただける時代が来た。だから俺らの仕事は数を増やして、その多くの人に楽しんでもらえるっていうことも一つの仕事になってきてるんだよね。でその中で、あ好きだよ、応援するよって、この番組のスポンサーになるよって、和田くんの放送好きだよって、でお金余裕のある人がそういうことができるわけじゃん。
全員から全員もらわなくても大丈夫。インターネットは学者同士が意見を言い合うのにメールじゃしんどいからできたし、あもう載せとこうと、サーバー上でやり合おうと、だから公開の掲示板だよね。新宿駅にドンと置いた掲示板みたいなもんだよな。みんな意見書いてみたいな、なるほどね。さあ頑張ったんじゃないかな。あれだけ和道の雑談聞きたい聞きたいって言ってて、全員そう書いてた人いる？今見てる人手挙げて。大丈夫、玉代さんとかね、和道さん雑談してよ、寝ないでよって言ってね、頑張って喋ったんだけどまだ見てる？これでいなかったら俺ねえどうなのよって感じだよね。あモイスいたか。今見てる人手挙げで。あ玉代さんいた？楽しめた？そろそろ寝るよ俺は。うん、ありがとう見ててくれた。うん、ともちゃんとかどこ行ったの？俺のともちゃんは。ともちゃんいなくなっちゃった。うん、ニメさんもいる？ありがとう。うん、ニビル星人いたんだ。やっぱりね参加型だからね、意見を交わし合おう。うん、もったいないよ、双方向性だから。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう葉月ちゃん、見ながら寝てた。じゃあ一緒に寝ましょう。おやすみなさい。ゆうさんもおやすみ。みんなおやすみ。 YouTube チャンネル登録してね。花火ありがとうね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。